どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京都新宿区にあります札幌スープカレーイエローカンパニー新宿店さんに来ております。こちらですね、札幌発祥のスープカレーが楽しめるということで今回やっていくんですけども、今回もですね、辛さレベルが選べるということで、バリケンガイレベル3というね、激辛スープカレーをちょっと食べていきたいかなと思います。まあ、今回もね、勝手にセルフチャレンジということでね、制限時間20分以内の完食を目指して頑張っていきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。東京新宿にあるスープカレー屋イエローカンパニー新宿店、札幌からスープカレーの文化を広げるためにやってきて16年目、恵比寿店に関しては2019年と2020年に食べログ100名店に選ばれている。30種類のスパイスと多くの野菜を使用したスープカレーは健康にも良いとされ、食べるエステとも呼ばれています。今回のメニューは主に3種類の唐辛子で辛味を加えている。少し紹介するとしよう。1つ目はタイの激辛唐辛子プリッキーヌ。県外バリ産になるとこれが36本もトッピングされています。続いてスコビル値35万を誇るハバネロパウダー。3つ目は自家製激辛ラー油辛味くん。こちらはレッドペッパーやプリッキーヌを加えて作っております。さあ、お手並み拝見。いただきます。しゃ、じゃあまずこの真っ赤に染まったスープを食べてみましょう。いただきます。M サイズと L サイズ選べるんです。これ今回 L サイズにしました。おー、体の芯にまで芯に当たるこのスープカリー、うん、このどでかい人参もいきましょうか。スープが辛い分野菜の新鮮な甘みを感じますね。チキンプリプリ、あんま、もう汗が出てきた。これキャベツ、辛いスープがたっぷり染みてますね。いきます。チキンうまっ。おいしい。まだ開始5分も経ってないのかな。あのお店の店頭にもね、看板ありましたけども、このスパイス、いろいろなカレーのこのスパイスと香辛料を使っているわけですから、これ野菜も大量に摂取できるからね、これ食べるエステとも言われているんです。うん、
てよ、これこれね、生の切ってない唐辛子プリッキーもあるんですけども、こうやって粗刻みにしたこの唐辛子も入ってるんだよ。どこほじくり返しても辛いと、とんでもないメニューだ。じゃがいもも入ります。ここはサウナですか。まもなく10分経過。食べても食べても減らん。さあ残すところわずかなチキンとこの大量のプリッキーヌ。ごちそうさまでした。限界、限界突破。いや、食べるエステ終了ということで、どうでしょうか。肌年齢も5歳ぐらい若くなったのではないでしょうか。記録は19分23秒ということで、ギリギリセルフチャレンジ成功ということで、申し分ない。激辛カレーだ。県外割り算になるとね、唐辛子の量が多くなってくるので、その分ちょっと食べづらさを感じるかもしれないですけども、スープカレーの味自体は普通に美味しくて、チキンもプリプリで大満足の一品です。それでは辛さレベルの発表していきましょう。札幌スープカレーイエローカンパニー新宿店さんのチキン&キャベツ県外バリさん、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル8です。
勝ちになりますと。申し分ない。もう体中の毛穴という毛中から汗が吹き出す、そんな一品かなと思いますけども、これちょっと食べ終わった後とかちょっとお腹にくるかもしれないんでね、牛乳とか飲んで、ケアした方がいいかなと思います。というわけでそんな感じでやっていきましたけども、今日も行きましょうか。お便りコーナーということでよくわからないコメントが来てね、読んでいきたい。ペンネームナノハさん、ハイジーさん激辛食べるようになったんですね。ハイジーさんじゃない。ペンネーム2810オールさん、もうハチマキが辛そう。ハチマキ食べたことあんのか。